こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はこの PL フィルターについて解説をいたします。後ろのビルのようにたくさん窓があるビルの場合、この PL フィルターで全ての窓の反射が取れるというわけでは必ずしもありません。それはレンズと PL フィルターの窓ガラスの角度の関係というのがあるからです。基本的には反射面に対して30度から40度という位置関係があるんですが、実際に PL フィルターを使うとどうなるかというのをご覧いただきましょう。まずはこのスマホのカメラに対して PL フィルターをかざして確認するとこういった感じですね。まあこのスマホのカメラの画角だと全部一斉に暗く落ちるという感じもあります。ところで今回の視聴者の方の質問はワイドレンズを使っての PL フィルター効果というご質問でした。そこで改めてこのトキナーの ATX1735F4PRO-FX の 17mm 側での効果検証をしていこうと考えています。今日はワイドレンズでの PL フィルターの活用について解説をいたしました。まあ、必ずしも全体に PL フィルターが効くわけではないので、ぜひ効果をよく確認してお使いください。装着した状態です。